Go Buster! 見て、バスのバスターだ。なんか嬉しそうだね。あらま、雨が降ってきたよ。あ、怖い雷と稲妻まで。わあ、嵐だ。わ、バスタースカウトに気をつけて。ああ、バスターが嵐を怖がってスカウトを雨の中置いてっちゃった。スカウトのタイヤが泥にはまっちゃったよ。あっちこっちに稲妻が見える。やれやれ。バスターはガレージに無事戻れたみたい。でもスカウトは？見て、スカウトに気づいたよ。彼女は泥に完全にはまったみたい。バスターは勇敢に彼女を助けることができるのか。スカウトは本当に出られないみたい。かわいそうにバスター。雷と稲妻がとても怖いんだね。君ならできるよ、バスター。わあ。雷がすごく眩しくて怖いね。やった！頑張ってバスター。スカウトを助けに行ったみたい。軽く押すだけでいいはず。やった！スカウトが助かった。なんて嬉しそうなんだろう。よくやったねバスター。でも雷はまだとてもうるさいね。でも見て、バスターは怖い雷を克服したよ。バスターとスカウトは嬉しそうに雨宿りしにガレージに戻ってるよ。あ、二人ともびっくりしたみたい。バイバイバスター。こんにちはバスター。泥の水たまりで楽しそうに遊んでるね。あちこち泥だらけだよ。これは誰かな。ヘリトラクターだ。バスターよりは慎重みたいだね。バスターは水たまりの中を走ってとても楽しそうだね。危ない。ヘリトラクターの方に向かってる。ああ、危なかったね。気をつけてねバスター。水たまりは滑りやすいよ。あらまあ、ヘリトラクターが少し怒ってるみたいだよ。また行ったよ。今度は注意して走ってねバスター。危ない。あらまあ、バスターがハマっちゃった。おっちょこちょいだね。どうするんだろう。日が暮れて暗くなってきたね。バスター大丈夫だといいんだけど。みんな見て、ヘリトラクターだよ。助けに来てくれたんだ。でもちょっと不機嫌そうだね。テリー、お願い、バスターを助けて。押してあげるだけでいいから。できるかな。1、2、それ。やった。ありがとうテリー。やれやれ、テリートラクターがいてくれて本当によかったね。バイバイテリー。バイバイバチワパスター。泥だらけだね。泥の水たまりで楽しく遊んでいたみたいだね。洗わないといけないけど、バスターはそう思わないみたい。町のバスが来たよ。あら、汚れたバスターを見て呆れているよ。バスターは自分がどれだけ汚れているかやっと気づいたみたい。そうだよバスター、泥だらけなんだから。あれは洗車の看板かな。いいアイディアだねバスター。綺麗になるために洗車をしに行ったよ。かわいそうに、バスターは中に入るのが怖いみたい。確かにとても怖そう。頑張ってバスター。綺麗にならなきゃ、汚いよ。行け行け。バスターはやっぱり勇敢だね。1、2、3。あー、もう少しだったのにバスター。あれ、急いでるみたいだね。バスター、深呼吸をして。君ならできるよ。でも音がとても怖いね。
頑張ってバスター、あともう少し。よーいドーン。やったねバスター。くすぐったいけど悪くないでしょ。出てきたよ。ねえバスター、大丈夫だったね。ピカピカで綺麗だよ。かっこいいよ。よく頑張ったねバスター。ピカピカ。洗車ってそんなに怖い。バスターハッピーホリデー。あれれ、なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな。あ、みんな聞こえた？そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう。みんなわかる？大きなため息だねバスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター行ってきなよ。ん？マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだねバスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いねバスター。すごい、もうできてきたよ。それから頭も。コマドリさんありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか。コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったねバスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい、雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。みんなハッピー。見て、バスターとスカウトだ。雪で遊んでいるよ。飛んだり滑ったり楽しそうだね。こんにちは雪だるまさん。あれ、スカウトが何か見つけたよ。嬉しそうだね。なんだろうねバスター。わあ、池が凍ってる。スカウトが氷の上を滑ってる。スカウトは上手だねバスター。バスターも滑ってみたら。気をつけて。かわいそうなバスター、氷は滑りやすいよね。でも見て、スカウトは気にしていないよ。バスターは滑りやすい氷が怖いみたい。頑張ってバスター、怖がらなくていいんだよ。その調子、そのまま。バスターは池を滑り出した。いい調子だね。二人とも楽しそうに滑っているよ。よくやったねバスター。スカウトも感心しているよ。わあ、バスターが飛んでるよ。見て、バスターが氷にひびを入れちゃった。どんどんひびが入っていく。スカウトの周りまで。スカウトが動けないよ。バスターどうするの。それ以上近づいたら氷が割れちゃうよ。そうだ、雪だるまさんなら大丈夫だよ。雪だるまさん、お願い助けてあげて。スカウトを助けに行ってくれたよ。すごいよ雪だるまさん。バスターもいい考えだったね。バスターもスカウトも今日のところはスケートおしまいだね。ありがとう雪だるまさん。あ、バスのバスターだ。今日は何をするのかな。何これ、看板を見てみてよバスター。あのタイヤピカピカで新しいね。バスターも新しいタイヤを買うときかもね。出発。見て、ジープのジェシーがいるよ。坂を登るの大変そう。あ、バスターが来た。かわいそうにジェシー。バスター、きっとジェシーは助けが必要なんだよ。タイヤが地面をグリップしてないみたい。もうすぐだよジェシー、諦めないで。あー、バスター、
タイヤが欲しいのはわかるけど、友達のジェシーは助けを必要としてるよ。危ない、ジェシーが後ろへスリップしてる。さすがバスター、ジェシーを助けに戻ってきたんだね。とっても優しいね。あれれ、ジェシーのトレーラー何かがおかしいみたい。トレーラーに押されて坂をものすごいスピードで下ってる。ジェシーはコントロールできない。急いでバスター、助けてあげないと。大丈夫だよジェシー、バスターはもうすぐ来るよ。バスター、その調子。トレーラーがひっくり返らないよう捕まえてて。まずい、お店が見える、ぶつかっちゃう。いい考えだねバスター、ブレーキでジェシーの速度を落とすんだ。危なかったね。よくやったバスター。それに見て、欲しかったピカピカの新しいタイヤ。かわいそうなジェシー、タイヤがボロボロだね。バスター、君よりそのタイヤを必要としてる人がいるよ。その通りバスター、ジェシーこそ新しいタイヤが必要なんだ。よかったねジェシー、もうトレーラーを引いても大丈夫。坂を登るのもこれで楽々。バイバイバスター、バイバイジェシー。やあバスター、あれちょっと疲れてるみたいだね。バスター居眠りしちゃった。あ、これは何、ヒゲ、ウサギのような鼻、それに耳まで。イースターバニーバスターだ。似合ってるね。新しいウサギの尻尾気に入ってそうだね。どこに行くんだろう。イースターバニーの仕事をしに行くんだといいけど。あれ、これは何、丘に開いた穴だよ。どこに繋がってるんだろう。反対側から出てきた。あ、見て、テリートラクターがお昼寝してる。見て、イースターバニーバスターがテリーにカラフルなイースターエッグをあげたよ。イースターの喜びをもっと広めに行くよ。この穴はどこに繋がってるんだろう。こっちだよバニーバスター。ロビンがぐっすり眠ってる。サプライズイースターエッグをもう一つ置いておこう、ロビンが起きた時のためにね。今度は別の穴に入っていくよ。誰だろう。ジープのジェシーだよ。わあ似てるね。イースターバニーバスターはジェシーが起きた時のためイースターエッグをもう一つ置いていくよ。イースターバニーのバスターなんて忙しいんだろう。届けるのは大切なお仕事。バニーバスター、今度は誰にイースターエッグをあげるんだろう。ショベルカーのディガーだ。静かにバスター、起こさないようにね。ディガーのバケツにイースターエッグを入れたよ。いい考えだねバニーバスター。あれれ、イースターバニーバスターはちょっと疲れちゃったみたい。起きてバスター。ああ、イースターバニーバスターは全部夢だったんだ。イースターエッグが現実じゃないなんてがっかり。でもこれは何、イースターエッグだ。やった、本物のイースターバニーがバスターにイースターエッグを置いていったんだね。よかった、テリートラクターが来るよ。競争するみたいだね。バスターはとても自信がありそうだね。テリーは呆れてるよ。誰が勝つのだろう。行くよ、位置について、よーいドーン。行ったね、バスターがリードをしてるよ。頑張ってテリー、その調子。テリーはバスターほど速くないみたい。あれ、何をしてるの。もうバスターったら自慢してるよ。かわいそうなテリー、バスターは絶対に勝てると思ってるんだね。ゴールはまだだよバスター。頑張ってテリー、まだチャンスはあるよ。もうバスターダメだよ。テリーに優しくしなさい。気にしないでテリー、速さだけでは勝てないことをバスターに見せてあげて。バスターがもっと先に行っちゃった。泥の水たまりの中を走ってゴールに向かっている。やれやれバスター、暑いのはわかるけどまだゴールしてないじゃない。あそこを見て、リンゴの木だ。バスターは木陰でお昼寝をするみたい。バスターったら余裕がありすぎるんだから。あらま、バスターが寝ちゃった。あれを見て、テリートラクターだ。
バスターを追い越したよ。バスターったら寝すぎだよ。ゴールに向かって走っていくよ。バスターがっかりするんじゃないかな。もう少しだよバスター。でもテリーはどこ？いたいた。テリーは先にゴールしていたんだ。おっちょこちょいだなバスター。あんなに寝るからだよ。それからあんなに自慢げにしてたらダメだよ。だってゆっくりでも頑張れば勝てるんだから、うん、バイバイバスター。バイバイテリー。やあバスター。スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったらバスターは前を見てないね。バスター危ない。はあ、危なかったね。気をつけてねバスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよバスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごいスカウト、よくやったね。ああ、気をつけてスカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター早く、時間がないよ。いいよバスター。あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいねスカウト、その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね、これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあバスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたねバス。やあバスター。おやおや、バスターはとっても気分が悪そう。やあスカウト、スカウトは一緒に遊びたいんだね。今日のバスター、遊ぶ元気がなさそう。とても気分が悪いの。急いでスカウト、助けを呼んできて。かわいそうなバスター、誰でも時には病気になるよ。見て、バスターを見てもらうためにスカウトが救急車のアンバーを連れてきたよ。いい考えだねスカウト、アンバーならバスターをまた元気にしてくれるはず。救急車のアンバーはバスターがガレージに戻るのを助けてるよ。バスターのどこが悪いのかアンバーに見つけてもらおう。まずバスターのタイヤをチェックするよ。あ、見て、このタイヤ空気が全部抜けてる。空気を入れなきゃ。ほら入ったよ。バスターは少し気分が良くなったみたい。あれ、でもまだ少し元気ないみたい。あ、そうだ、温度計でバスターの温度を調べよう。良くないねバスター。アンバーはバスターのエンジンを調べるよ。大変、バスターからオイルが漏れてる。それは気分が悪くなるはず。アンバーはスパナーで修理するよ。大丈夫バスター、すぐ終わるよ。あと何回か回すだけ。はい、できた。よくやったねアンバー。もういつものバスターに戻ったみたい。もう元気になったから遊べるよバスター。とても嬉しそう。これこそみんなが知ってる大好きなバスター。アンバーはもう帰る時間。バイバイアンバー、バスターのお世話をしてくれてありがとう。スカウトとバスターは遊びに行くよ。布のバスター、泥だらけ、ぬるぬる泥だらけ、バシャバシャ楽しかったよ。でももうおしまい。でもバスターは気にしてない。泥だらけでもハッピーなバス、街のバス呆れてる。泥だらけのバスターにバスター見えるかな、自分の姿ね、泥だらけでしょ。
ちゃだ。